どれも具がめっちゃ入ってる。大丈夫かな、心配になるおさ。このキクラゲうめえ、シャキシャキやん。こんにちは、登場です。はい、ということで今日も大分の道を流しながらいろいろなお店を紹介していきたいと思います。さて今日はですね、滝見園というところでお食事をいただきたいと思います。今ですねルルパークというところに行ってネモフィラを撮ってきたんですが、まあ綺麗でしたね。そちらもぜひご覧いただけたらなというふうに思いますが、よし、じゃあ滝見園に移動。いやしかしあんまりこっち向きに来たことないからな、不安に駆られる道ですね。さっさだ、アジム、どっちだ、どっち、まっすぐまっすぐまっすぐ、おいおいおい、危ね危ね危ね。なるほど、見慣れた道に出た。右に入らないといけないんですよね、ここ。え、いや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 、ここ、ここ、なんか今のとこっぽいね、今のとこっぽいね。ここだここだここだ、わかったわかった、ここだ。よっしゃ、オッケー。さっきのところからも行けるけど、実はこっちからも行けるっていうね。だからさっきのとこ張ったら前から来るという感じですね。でここさ、整列、どこだっけかな、こっちか、こっちだ。ちょっとちょっと待てよ、今のとこ怪しかったぞ、怪しかったぞ、怪しかったからチェック、チェックチェック、完璧やない、こーい、うほい。初めて見た、初めて見たぞ。なんだあれ、なんだあの乗り物。よしよし、ここここまで出りゃもうこっちのもんよ。このアフリカンサファリに行くこの通りね、東シリアの滝6キロということなので、あと6キロで着きます。今日はノーミス。でこのこの景色いいっすね、この辺ね。こっちのアジムの方もね、結構ツーリングというかこう景色的にいいですね。お、あれだあれだ、お食事処滝見園直進3キロ先ウーセーツと書いています。お、あったあった、滝見園。お、自撮りね、やべえ、自撮りとヤマメとか贅沢じゃろうか、バチが当たるかもしれない。この東シリアの滝というところを目指せばその途中にあるんですよね。お、これだこれだ、まあまあ走ります。入ってからまあまあ走りますが、これですね。よっしゃい、本日休業になってる。最悪、そう、火曜と第1、第3、水曜は定休だ。くそ、くそ、来た来た。濃い黒とかうまそうだ、ヤマメの塩焼きとかね。くそ、はあ、悲しすぎるぜ。はい、ということで今日は三つ星というところに行ってみたいと思います。くそ。いやー、まあいいわ。この三つ星というところはですね、あのおにぎり屋さんなんですよね。テイクアウト専門のおにぎり屋さんで、実はですね、前回前々回かな、千の岩に行った時に、あの近くでもあるんですよ。まあそこに行った時に行ったんですけど、閉まってたんですよ。閉まってる、おかしいな。インスタとかもちゃんと見てるのかな。まあなんでね、そこもちょっと空振ったところではあるので、ちょっとリベンジ案件的にね、行ってみようかなというふうに思います。まあでもね、この三つ星っていうところもね、この辺はさっきも言いましたけど、結構ねツーリング向けの道なので、まあダーッとツーリングしながらちょっとおにぎりを食べるというのもいいんじゃないでしょうかね。よし、ということで移動、気を取り直して移動。んで、このエトーショップ、これが目印ですね。いけ、虫爆弾。くそ、首はやめろ。ここは進行があるから分かりやすいだろう。さ、せーつ、
くそ踏んだり蹴ったりだぜ。せめておにぎりに癒されないと気が済みませんね、これはね。いや、果たして開いているのだろうか。怖い、怖いよ。もう怖い。お、開いてる、開いてるのか、開いてる、よかった。え、開いてる？開いてるよね、これ。あ、開いてる、開いてる、オープンって書いてる、よかった。お、バイク。はい、では到着。行ってみましょう。テイクアウト？え、こっち？あ、なるほど、ここか。あ、こんな感じね。へえ。あ、どれがいいかな。明太、しいたく、これしいたくとか気になったな。あ、スパム卵、これいいな。これ1個明太、あとはあ、しそきくらげ、うまそう。梅、鮭、銀鮭かよ。はぁ、あれは塩にぎり、鶏そぼろ、卵黄と肉そぼろ。あ、これ美味しそうだったな。まあいいや、じゃあとりあえず、はい、じゃあこれでお願いします。お、すごい。へぇ、そうなんですね。あ、じゃあ日によって出るのが違うか。すげぇ、わ、かっこいいな。わ、すごい、テーブルもこれ面白い。かき氷、おこだわりますね。すごいな。また来ますまた来ます、はい。そうですね、おにぎりもちょっと他のやつも気になるし、はい、あのちゃんとおしぼりもつけてくれた。あ、ちょっとさっきの話聞いた銀鮭からいこうか。銀鮭からいきましょうかね。いただきます。あ、うまっ。あ、ちゃんと中まで入ってる。で、握り方がふわふわ系、うまじゃあ、次は昆布？昆布だったかな、これ。いただきます。うん、あ、これもうまっ。キクラゲか、これ。昆布じゃねえわ。あ、でも、あ、このキクラゲうめえ。シャキシャキやん。うん、おいしい。よし、じゃあ次は明太。明太だな、これ。明太もいい明太なんじゃねえのか。粒がでかいぞ。うめえ、間違いねえな。てか、どれも具がめっちゃ入ってる。大丈夫かな、心配になる。多さ、よし、ラストですね。これがね、スパムお肉ですね。スパム卵、いただきます。何遍いただきませんよ、だっつ。あ、これもうまっ。のハムのしょっぱい感じ、ハムじゃなくてスパムか、しょっぱい感じがいいね。レタスがうめえよし、じゃあ食べていこう。キクラゲ、締めはスパムですな。最後の一粒まで食べちゃう。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった、超満足。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃおにぎりうまかった。最高でしたね。いやー、びっくりするぐらいのクオリティでした。ね、まず米がうまい。うまみとか甘みとかがね、もうよく味わうとね、なんかもう舌も回ってねえや。よく味わうとね、もうすごいんですよ。で、やっぱ具材とかもね、めちゃくちゃこだわってる。一つ一つの具材もこだわってて、美味しい上に大量に入ってる。めちゃくちゃお得。あれ食べたらちょっと他のおにぎり食べられないですね。
いや美味しかったわ、キクラゲ美味しかった、鮭も美味しかった、全部要は美味しかったんだけど、でまたね、週末はね、週末メニューみたいなのがあるようなので、でそれはね、人気だったら朝7時からやってるらしいんですけど、人気だったら8時前にはね売り切れちゃうぐらい、そのぐらいのおにぎり屋さんらしいですよ。気になる方はぜひチェックしてみてください。いや美味しかったけど、やっぱり週末メニュー食べたいな、週末のメニューのおにぎり食べたいですね。あとね、かき氷をね出すらしいんですよ。なんかこう5月ぐらいになったら抹茶お茶とかね、マンゴーとかで、8月頃かなっておっしゃってましたけど、シャインマスカットのかき氷ね、聞いてただけで超うまそうでした。こだわりの氷とね、カクテルに使うようなシロップ、こだわりのアイスで、シャインマスカットをね固めた氷をね削って、薄く削ってかけると、これちょっとやべえな。いやこれはね、完全にもう一回来ないといけませんね。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あ、結構ね、いろいろお話をしてくださいましたけど、もともとねバイク屋さんらしいんですよね。バイクのカスタムもね超かっこいい、超かっこいいのがいっぱいあった。ね、本当一点物でこだわりたいなっていう人はね、相談してみるといいかもしれないですね。いやー、でもおにぎり超うまかったな。やっぱね、ああいうのの、そのバイクのこだわりみたいなのが、そういう料理にも出るんでしょうね。あとね、結構韓国の方とか、海外の方とかもおにぎり調べてくるぐらいのレベルらしいですよ。すごいですよね。いやー、いいお店でしたね。